デビッドボーイの映画をお届けいたします、うん、ジギースターダスト1月7日からロードショーが始まります。どんな内容なのか大輔さんにまたプレスを読んでもらいましょう。はい、ジギースターダスト、伝説の始まりを告げた至高のライブ映画。5年後に滅びようとする地球に異星からやってきたスーパースタージギースターダストにデビッドボーイが扮し、ロックスターとしての成功からその没落、絶望から復活までを壮大に描いたコンセプトアルバム、ジギースターダスト。この映画はデビッドボーイが1972年から73年にかけて英米日で行った長期ツアーの最終公演、ロンドンのハマースミスオデオン劇場での伝説的なライブの記録で、デビッドボーイが制作に関わった生涯最高のライブドキュメンタリーである。はい、ということでございまして、はい、デビッドボーイ生誕75年なんですね。はい、そしてこの映画のタイトルになってます、名盤ジギースターダストが発売50周年、それを記念して制作された感動シネマでございます。はい、もうそんなに経つのかなと。はい、でデビッドボーイってどんな印象あります？そうですね、あんまり僕はこれまで聞いてこなかったところなので、あのミュージシャンでもあるんですけど、はい、戦場のメリークリスマスとかラブリンス魔王の迷宮とか、俳優としても独特のキャラクターなので、うん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 、活躍してたんですけどもね、はい、あの急にね病気になって亡くなってしまったの、琴姫は結構デビッドボーイ不安だったのですごい残念でしたね。この1972年から73年にかけて、はい、アメリカ、日本、イギリスで行ったワールドツアーの最終公演の模様が、あの全部この映画に収められていまして、全ての楽曲がこの映画で流れます。いや、それもすごい壮大ですね。そうです、うん、だからあの見ていてもなんかボリュームたっぷりで、うんうん、すごかったです。そして、幕開あるじゃないですか、うんうん、幕開に来てるお客さんがすごいんですよ。リンゴスターがいたりとか、あれこれリンゴスターじゃないかなと思ったら、リンゴスターが来てるんですよ。やっぱりあのねトップを走ってたデビッドボーイですからね。そしてステージショーはですね、はい、ロンドンでコレクションを発表して間もない27歳の山本寛斎が担当していました。で、あのデビッドボーイっていうとなんか女装じゃないけどすごい変わった衣装のイメージがあって、この時山本寛斎の衣装というのがすごかったでしたよ。あのだってなんせ1972年ですからね。そうですね、うん、メイクもねあの全部こう眉剃り落として、目だけがぐーっと黒くて、うん、あのまあ彼はすごい綺麗な顔立ちだから、うん、あの似合ってましたけど、あの異星人という設定なのでそういうメイクなんでしょうけど、うん、あのちょっと顔立ちが違う人がやったらお化けかなみたいなメイク。それで衣装も体ぴったりついてて、はい、あの一番最初はちょっとこうなんかこう斜めにこう肩が出たような衣装で、うんうんうん、次はですねあの割とホワイトで袖がぶわっと広がってて、もうあの要するに太ももの上までしかないような衣装。だから彼が履いてるその女性で言ったらのパンティがちらちら見えるような衣装。はい、あの宇宙人なのでね、山本寛斎さんも、まあ、特別そういうのを作ったんでしょうけれども、もう一回またそのものすごいあの派手な衣装に最後あの着替えて の, あのライブステージだったんですけども、そのね楽曲はもちろん見せるということがすごかったですね。はい、でギターの方もものすごいすごかったですよ、はあ、パフォーマンスが。でギターの人もあの目真っ黒にして前剃ってましたけど、うんうんうん、ちょっとやっぱりね変です。でもデビッドボーイはなんかね、うん、独特の魅力というか、うん、引きつけられる魅力がありましたね。はい、それでこの時にあのギタリストの、
ジェフ・ベックがステージに出てるんですよ。ところがジェフ・ベックが自分は映画にを出してくれるなって言ったそうで、残念ながらこの映画に映ってないんですけど、ジェフ・ベックが一緒に演奏してるんだそうでございます。この頃だからああいう化粧してるの嫌だったのかしら。でもどうしてなのかしら。かもしれないですね。で、やっぱりその時代でね、なんかちょっと古いんじゃないのって感じさせてしまうようなこういった作品もあるんですが、全然古さを感じませんでした。そして琴姫が思ったのはね、この主役のデビッド・ボーイとそれから山本寛斎さんももう亡くなりになってるじゃないですか、やっぱりこんな素晴らしいアーティストたちがやっぱりその時こんなに輝いていたっていう事実はあるけど、やはりだんだんとさよならしていくんだなって思ってすごく切なくなったジギースターダストでございました、はい、ぜひご覧くださいませ。